はい、どうも、一平の批評です。縁に立つ、横顔など、傑作連発の今、最も日本で信頼できる監督の一人、マジの天才だと思っています。深田晃司監督最新作、ラブライフ、見てまいりました。矢野顕子さんの同名曲、ラブライフから着想を得たとのことなんですけども、映画は楽曲の柔らかい歌詞からは想像できないような結構ハードな内容で、こういろんな考察ができる奥行きのある作品となっておりましたけども、今回は誰がどう見てもわかるオセロ演出ですよね。白が黒になって、黒が白になっての演出について、ポエムレビューじゃなくてきちんと言語化して消化しながら、個人的な解説考察をわかりやすくしていきたいと思います。ここからはね、ネタバレありの内容となっておりますので、見てない方はご注意ください。ついでね、深田晃司監督過去作の横顔にもちょっと触れているので、そこら辺もご注意ください。それでは、ラブライフのオセロ演出についてですが、木村文乃のね、息子、啓太くんが好きなのが、しかもね、大会で優勝するぐらい強いのが、オセロですよね。白が黒になってと先ほども言いましたけども、とにかくこの絵が本当にオセロのように出てくる人の心境がコロコロ変わっていくんですよね。部長の誕生日に息子が死んだり、啓太君のことを気遣っていた二郎の母親がいざ棺桶を置くぞとなったら起きたくないと言ったり、敵かと思っていた中古品扱いするなど最低な言葉吐き出してた二郎の父親は葬儀の際木村文乃の味方になんとなくなっていたりと、あと旦那の永山健人もですよね、木村文乃の元旦那のこと心配していると見せかけて木村文乃と元旦那がイチャイチャしていると見るや否や、それは仕方ないんですけどブチ切れたり、まあ出てくる人みんな立場というか、まあ、心境がコロ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 本当にオセロのように変わっていくっていうのがこの映画のオセロ演出ですよね。ただ僕はね、そのオセロ演出っていうのはあくまで演出とか一つの仕掛けギミックであって主題ではないと思うんですよ。それよりもこの映画で大切だと思うのは、序盤に木村文乃と啓太くんがするオセロの中で使われた待っただと思うんですよ。なんなら僕はね、この映画、この待ったを中心にした話だとすら考えてますね。どういうことかと言いますと、木村文乃の息子とのオセロの対戦中に待ったを使って自分の打った手を一度なしにして、その後息子が打って木村文乃の番になって、もう一度息子が打って、その後中断して息子が溺れて死んでしまった。そして木村文乃の心は壊れてしまった。というのが序盤の大きな流れですよね。でそこから木村文乃は壊れた心になんとか待ったをかけたくて生きていくんですよ。風呂の水を抜かなかった自分を呪ったり、旦那のね両親に優しい言葉をかけてもらったり、息子の葬式でたくさんの人にねこう弔ってもらったりしたけれど、心の崩壊に待ったはかけられない、どんどん壊れていく。そんな中、葬式でかつての旦那、息子の父親のパクにビンタされて、なぜか少し自分の心が回復することに気がつく。優しい言葉ではなくて、きちんと痛みを持って息子の死と向き合うのがいいんじゃないのかと、絶対に許せないと断言していた、許せないはずの息子を捨てた父親との時間に、ここもオセロ的でしたよね。絶対に許せないと言いながらめちゃくちゃ許してるみたいな、こう息子を捨てた父親に不思議なこう希望っていうんですかね、そういったものを見つけていき、関係をなんかこう続けていこうとするんですよね。洗濯とか身の回りの世話してみたり、晩飯一緒に食べてみたり、仕事一緒に探したり、あとこう旦那のね両親のいた団地の部屋に勝手に住ませたりと、こうめちゃくちゃ手厚くやってましたからね。けれどそんな彼女の目論みは最後の最後外れてしまいますよね。元カノと勝手に浮気してる浮気旦那のやっかみとかもありましたし、何より元旦那のパクですよね。こいつ木村文乃に心配されてるのをいいことに利用するだけ利用して、しまいには親の既得だって言って旅費借りてたくせに蓋開けてみてついてってみたら息子の結婚式だと、これふざけんじゃねえぞと、マジなんだよこいつなんだよと、息子の死で壊れた心を回復させようと何かにすがろうと、元旦那との時間に希望とかこう安らぎを感じていたのだけれども、やっぱり肝心なところで嘘をつくと、なんなんこいつと、ここでもオセロのように感情が裏返っていきますよね。ただここでもう一つの変化が木村文乃に起きますよね。パクですよね。嘘つき元旦那に連れてこられた韓国の結婚式で、意味のわからない光景の中、雨も降っては来てるんだけど、なんか体に音楽が反応してゆらゆらしちゃってる。息子にもなんかあえて感謝めちゃくちゃされてる。なんだこれ。雨も降ってきてるけどなんだこれ。ああ、最悪。なんだこれ。なんかどうでもいい。マジめんどくせえな。なんだこれってこう人生でもほとんど起きないゴミみたいな状況に陥るんですけども、その後スッと日本に帰ってきて、永山健人とパクが拾った猫の住む部屋に戻って向き合うことを避けてきた夫婦がきちんと向き合い会話をして、部屋を出て散歩に出ていく。2人同じ方向に歩いていく。永山健人もね、いろいろありましたよ。息子の健とか親との健とか元カノの健とかね、木村文乃の旦那、あの元旦那パクのこととか、こう消化しきれないことだらけなんですけども、とりあえず今は2人同じ方向に歩いていこう。
でこう白黒が反転するような、ここもめちゃくちゃオセロ的な結末ですし、ようやく木村文乃もなんとなくでも前に進むことができたんじゃないか、自分の決断ができたんじゃないか、それでも人生は続く、そんな映画だったんじゃないのかなと思いましたね。他にもね、横顔同様に顔の向き、正面に誰かの顔が来るとめちゃくちゃ攻撃力が上がったりの顔の向き演出もあったり、ドライブ・マイ・カーにもありましたけど、ドライブ・マイ・カーは違う監督なんですけど、手話によるコミュニケーションの情報量の多さとか、こう団地の閉塞感による見てる見られてる感とか、いろいろ考察余地はあると思いますけども、僕はあくまで木村文乃が待ったの先に進む再生の物語なんじゃないのか、あとはこう人生をオセロのようなものだとすると、誰かと向き合わないとオセロもできませんから、誰かと向き合っていく、そんな映画だったんじゃないのかなと思いました。はい、ということでね、深田浩二監督はやっぱり天才、エンタメとしてもすごく面白いですし、いろんな思考も巡らすこともできる素晴らしい作品を作り続けてくれる監督、本当にこれからも応援しております。ではではね、少し長くなってしまいましたけども、ここら辺でおります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画ひよでした。